次、6つ目、競技復帰を決めた理由と結論に至るまでの心情を知りたいです。これね、難しいな。まあでも私がこう現役引退する時はどうせまた選手したくなったらするんだろうなと思って引退したので、いつかはまたするんじゃないかっていうのを思いながら引退をしました。まあしばらくね、こう競技者から離れて過ごしました。復帰しようかなってちょっとね思ったきっかけがあって、まあ私はね、体操がね、競技者は引退したけど、引退しても体操はねすごい大好き。体操のね動画をねこう結構見るんです、ほぼ毎日のようにね。そう、ある時ね、体操の動画をまあいつも通りこう見てたんだけど、なんかねふと復帰しようかなーってなんかね舞い降りてきた舞い降りてきて、なんかそういう気持ちになった。なんかこれなんかあるかもしれへんなと思って、んで、まあ、そう思った時には、私はもう、お猿の森っていう会社にいたので、でね、このね、そのお猿の森にね、の施設があるわけですよ。はい。っていうのもあったからなのかな。それで、まあ、社長の方に、復帰しようかなってちょっとふと思ったんです、みたいなことを、ちらっと言ったら、復帰したらええやん、みたいな感じ、になったので、うん、もう、復帰しようみたいな感じで、結構ね、そんなあんま深く考えてはない、うん、意外となんかそんな感じで、うん、じゃあ復帰しようみたいな感じで復帰したので、はい、まあノリと勢いかな。皆様が思っているほど、深くこうすごいこう考えて決めたっていうわけではございません。では続きまして、7つ目、減量とかしますか？してたらやり方とかを教えてほしいです。減量したことないです。したことない。私もその減量のやり方知りたい、減量のやり方知りたい、教えてほしいっていう感じなんですけどね。これやっぱね、体重管理ってね、体操選手ほんま大変ですよね。てかスポーツしてる選手でね、こう体重管理しなきゃいけないスポーツかってすごい大変だと思う、本当に。でもね、一時めっちゃ体重減った時があって、それはね、お弁当を作るようにしてた時。そう、もうめっちゃめんどくさいよ、自分で作ってお弁当詰めてて、もうめっちゃめんどくさいんだけど、なんとこう体もこうちょっとこう絞れてたっていう経験はあるけど、あまりにもね、もうめんどくさすぎて1ヶ月は頑張ったんだけどね私は食べることがすごい好きで、甘いものも大好きだし、味が濃いのも大好きやし、ラーメンも大好きやし、なのでどっちかっていうとね、本当にね、もうスポーツ選手としては良くないんですけど、体重管理っていう部分がね、ちょっとね付属している選手でございます。続きまして、8つ目、いきます。一番覚えるのに時間がかかって難しかった技何ですか？これはもう車輪です。車輪ね、もうちょっとめっちゃね時間かかった記憶がある。自分とね、こう同い年の子とね、ずっとこう同じ期間にね、こう車輪の練習を始めたんですけど、そう、一番遅かった車輪がこう回れるようになるのが、ずっとね怖いからね、こうスイング逆上がりしとって、このスイング逆上がり、こっからね、スイング逆上がりってこうバーに乗るんだけど、じゃなくて次は乗らずにね、いきなり車輪だとちょっと怖いから、倒立までは上げなくていいから、スイング逆上がりのこうバーに乗らないようなね、ことをやることすらもね、もう怖くて。でもね、今ではね、車輪が私の得意な技なので、時間かかった技って意外とこう多分得意な技になるんちゃうんかなーって、はい、私の経験上です。では9つ目いきます。一番辛かった時期はいつですか？中1から高3、この6年間が本当にもうね辛かった。もう体操がね、何にも楽しくなかったねこんなはっきり言っていいのかって感じなんですけど、
いや、ていうかまあまあまあほぼ6年間だな。結構ねこう、まあ、おかげさまでこういろんなね、先生方や、あとは両親とかね、他にもこう応援してくださる人たちのおかげでね、こう一番ねこう成績がねこうグーンってね伸びていた時だったので、本当にこうまあオリンピックに行けるんじゃないかっていうところまでねこう行けてた、こうちょっとねこう勢いにはこう乗ってた時期ではあったんですけど、この6年間がはね本当に本当にしあの辛かった、しんどかった、もうマジで上手くなりたいからって練習行ってたの一日もない、もう本当にもう毎日嫌で嫌で仕方がなかった。もうね逃げられないからもうなんだろう、仕方がなくもうこう行ってたっていう感じであって、いやねこう逃げ道、私ってすごくこうすぐね楽な方向に行ってしまいがちなタイプなので、ある意味こう逃げ場所がない、逃げ道がなかったから、もちろんねこの成績を取ることができたんですけど、私の気持ちはまあこの6年間体操してて幸せだったかって聞かれたら全然幸せじゃなかったまあでもねそこからの教訓でね、自分の大好きなことをこう楽しみながらこうやるっていうことがねすごく大事だなっていうのをね学んだので、まあ、ある意味は良かったのかなっていう感じで、では続いて10個目いきます。新しい技はどんな気持ちで挑めばいいですか。もうこれはねワクワクな気持ちで挑んでください。恐怖心もあると思います。だって、ね、やったことないことをするわけだから、当たり前だけど恐怖心はあります。自分ってどんな可能性があるんだろうみたいな、見えないこう世界に向かってこうワクワクして挑んでください。そしたらねもう新しい技どん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 こうねチャレンジすることができます。ではラスト11個目、体が動かない日に投資の技ができなくなったらどうしますか。これね私も困ってます1週間でさ、普通にさ生活してるだけでもやっぱり調子のいい日ってね限られてるわけで、ほとんどがやっぱり調子が悪い日なんですよ。いい日の方がやっぱり少ない。でもその中でもね、あの練習はねこうしていかなきゃいけないっていうところにね、どうやってこうコントロールしたらいいのかっていうのはね、本当にね選手の皆さんもう大変だと思います。選手してた時にこう言われたことがあるんですけど、じゃあ調子悪い日に試合が来たらどうするんだっていうこと言われたことがあるんです。確かにみたいな練習でできひんかったら試合ではやっぱできひんことだってあるしみたいな。まあねこう体が動かない日に投資の技できない日っていうのは、まあ私はねこう怪我をしない範囲で、でもその日に調子が悪くてもやらなきゃいけない、自分のねその日のコンディションに合わせてできることを全力で取り組んでいました。まあ例えばね床の演技だったら、今日はちょっとコンディションがあんまり良くないとかっていう日に、まあ私はね、全部陸の床でね投資をするんじゃなくって、エアーマットホッピングで技をねやったりとか、着地をねこうピットに向かってアクロをするとかっていう感じで、結果的には投資してるのには変わりがないから、そうやって自分のコンディションに合わせてやることで、まあ、うまくこう調整することができる。自分のこうコンディションが良くないなとか調子が悪いなっていう日に怪我をすることが一番こう良くないと思うので、こうね自分でこうよくこう考えてこうね練習のこうやり方をこう工夫してやっていけると、まあストレスなくね練習に取り組めるんじゃないかなと思います。てな感じで、本当にたくさんの質問ありがとうございました。そしてねすごいね真面目な質問がもうたくさんあってね、ああもう確かにもう私も悩んでるとかね、ああそういうとこやっぱ気になるよなとかって思う質問とかもうねあって、すごくね私自身もこういろいろ考えさせられました。でね、ちょっと私もねこう風邪をひいてしまったので、皆さんも風邪には気をつけて、本当にね今季節の変わり目で、寒くなったりね、昼間やったらねちょっと暖かくなったりとかね、もうちょっと温度差がねすごいので、本当に気をつけてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。